MBK センターは、タイのバンコクパトゥムワンクの巨大、ショッピングモール。1985年8月開業。地上8階建て幅は、約330メートル。8万9000平方メートルの売り場面積を持ち、携帯電話や、電気製品、家具などを中心として、約2500の店が入居している。開業当時は、アジア最大のショッピングモールであった。 ドゥシタニグループが経営する。毎日平均で約10万5000人が訪れる。バンコク東急百貨店、ラーマ一世通りとパイアータイ通りの交差点があり、MBK センターが一角を占めている。AB、東急百貨店、MBK センター店に営業終了のお知らせ、東急百貨店。 https://www.tokyu-dept.co.jp:/corporate:/press:/watch new 2020-029-1pdf2021 年2月6日閲覧。ドンキが、バンコクの巨大商業施設、MBK センターにオープン。店舗コンセプトは、 ジャパンタウン2021年12月21日対4号店、ドンドンドンキン MBK センター2021年11月29日、閲覧。ありがとうございます。